いらっしゃいませ。ありがとうございました。おう、買うてきたで、たこ焼きや。ありがとう。少しは落ち着いたんか。うん。でも、お腹空いた。それでええんや。人間、腹に物を入れんと力が出ん。待っとけ、今食わしたるわ。あなたは目どうしたの？ん？その片目がなんで見えなくなったのかなって。ああ、俺の場合は怪我っちゅうかな、事故みたいなもんで、もう完全に潰れてもうだ。そんな。もう一つの目は残っとる。別にそれで十分や。な？合うか？お前の方がよっぽどやろ。私の目は心因性だからいつか治るかもってリーさんが。そうなんか？なら望みはまだあるっちゅうことやな。よかったやないか。でもあなたの目は。もう慣れとる。そない不自由しとらんわ。せいぜい男前が台無しになっただけや。男前なんだ。目が揃っとったらな、お見せできんのが残念やで、ほんま。残念。少しは笑えるようになったか。何やお前、時計しとるんか。え、うん。見えへんのに、けったいなやっちゃ。まあね。でも、可愛いでしょ。せやから、見えへんのやろうちゅうとるやろんが、まったく。わかってるよ。でもね、これ、オルゴールの曲が鳴るの。それがまた可愛くて癒されるんだ。うん、どないな音や。今は鳴らない。だって時計が壊れてるから。なんやねん。でも捨てられないものってあると思わない？他人から見れば全く意味がないけど、自分にとってはなんだかすごく大切っていうか、目が見えなく
くなって、時間もわからなくなって、時計も壊れて、音も出なくなって。だからわかってるよ、そんなもの必要ないって。でも私がまだ元気だった頃の証なの。それを捨てちゃったら私は本当に。お前、でもまたあのオルゴールの音聞いてみたい。わかるで。え、捨てられんかったら持っとりゃええ。持ったらきっといつかええことある。いつかいいことか。ん？どないした？やっぱり違うよね。そんなものにこだわってるから、いつまで経っても私には現実が見えてないんだ。おい、いいの、ありがとう。あなたの気持ちは嬉しいよ。感謝してる。そうやない。お前が必要やと思うんやったら必要なんや。本当にそう思うんやって。大丈夫。私、強くなる。強くならなきゃ。せや、まだ言うとらんかったけどな、リノさんはなんややることがある言うとったわ。それが済んだらここに迎えに来させる。それまでもう少しの辛抱や。うん。どこか行くの？そろそろ仕事の時間なんや。サガワって名前に聞き覚えあるか？近江連合の極道や。知らない。そうか、サガワも誰かに頼まれただけかもしれんな。けどなんでお前みたいなんが極道に狙われるんや？あなたはその佐川って人に脅されてるの？似たようなもんやな。けど俺はお前を殺すことで褒美をもらえることになっとった。東条会に戻れるっちゅうな。東条会？あ、いや、お前は知らんで英語で。じゃあもしこのまま私を殺さずにいたら、あなたはそのヤクザに殺されるの？大丈夫や。リーのおっさんがなんや考えがある言うとった。うまくいったらお前も俺ももう殺されんで済むっちゅう話や。本当に？お前んとこの店長やろ、信じたれや。ほな、仕事が終わったらまた来るで。ええな。あの、いかがですか、お客さん。ちょっと遊んでいかれませんか？ん？
私この店の店長のヨーダと申します。今なら当店ナンバーワンの女の子をおつけできますよ。いかがです？この店はキャバレーか？いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか、ちょうどええわ。まだ遊んだことあらへんのや。でしたらこの機会にぜひ。楽しいですよ、キャバクラ。わかった、案内頼むわ。その代わりちゃんとナンバーワンの子つけてくれや。もちろんです。さあどうぞこちらに。お客様お待たせしました。当店ナンバーワン嬢、ゆきちゃんです。どうも、ゆきです。よろしくお願いします。おう、よろしくな。それでは乾杯しましょうか。おう、乾杯。私こんなんで。いや別にええけど。でもほんまにあんたナンバーワンなんか？ええ一応。ただこの店に在籍してる女の子、私を含めて3人しかいないんですけどね。3人？ちょっと少なすぎやろ。道理で寂れてるわけやな。はい、ちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけど、ファイブスターが現れてからはずっとこんな感じで。ファイブスター？なんやそれ。蒼天堀ファイブスター。蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です。彼らが蒼天堀に出店してから、この辺りにたくさんあったキャバクラはどんどん閉店に追いやられてしまって。閉店ってどうしてや。そんなに人気なんか、そのファイブスターっちゅうやつらの店は。もちろん5店舗はどれもすごい人気です。ただ閉店に追いやられた理由はそれだけじゃなくて。それだけじゃない？なんや。簡単に言うと嫌がらせですかね。嫌がらせ？もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。ん？毎日毎日朝から晩までいたずら電話したり、営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざりですよ。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方卑怯ですよ。失礼な人ですね。その嫌がらせをやっているのが我々だという証拠はどこにあるんです？ないでしょう。なんやあいつ。あれがさっき言った蒼天堀ファイブスターですよ。ほう、あれが。あいつは蒼天堀ファイブスターの一人、クラブマーズ店長の日野という男です。クラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で、近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんです。ほう。証拠なんかないけれど、あんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろう。うちの店が立ち退けば、この蒼天堀のキャバクラが全てファイブスターのものになる。あんたの狙いはそれなんだろう。
なんだ、そこまで分かってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。もちろん今ならそれ相応の立ち退き費用と謝礼はお支払いしますよ。ただこれ以上立てつくようなら話は別ですがね。こんな薄汚れた店に金を出してやると言ってるんだ。悪い話じゃないでしょ。断る。あんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだ。あんたらみたいな卑怯で汚い連中に蒼天堀は独占させない。さすがはかつて人気店だったサンシャインの店長。他の店のように簡単には落ちないみたいだね。まあ今日は引き上げましょう。ただ次会う時には結論を聞かせてもらいますよ。何度来ても同じだ。私の結論は変わらない。はあ、頑固ですね。まあそう言わずにまたご挨拶させてくださいよ。ああそうだ、そういえばあなたの娘さん東京に住んでいらっしゃるんですね。いやー可愛くてびっくりしましたよ。いやそれにしても心配ですよね。あんな可愛い娘さんがもし万一誰かに襲われたりしたら。お前娘に何かする気か。さあ私は別に何も。ただそういうことをする輩がいないとも限らないですよね。このご時世ですから、くれぐれもお気をつけて。ではまたお伺いしますよ。くそ、私はどうすればいいんだ。店長、どうすればいいんだろう。いろいろ大変みたいやな店長。あ、お客さんすみません、お恥ずかしいところお見せして。気にするな。それにしてもなんなんやあいつ。蒼天堀ファイブスターだったか。なんであんたの店をそこまで狙ってるんや。蒼天堀ファイブスターはお互い手を組んで蒼天堀のキャバクラを全て自分たちの店だけで独占しようとしているんです。もともと蒼天堀にはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべくたくさんの店が出店していて栄えていました。しかし彼らファイブスターは手段を選ばず金を使った引き抜きや嫌がらせ、暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきました。その結果蒼天堀に残っているキャバクラは彼らの5店舗とうちだけになってしまったんです。なるほどな。そうなりゃ確かにあんたの店を乗っ取って完全独占したくもなるわな。しかしなんであいつらはそんなことをしてまで蒼天堀を独占したいんよ。詳しいことは分かりませんが、噂では蒼天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰す力を手に入れたいらしいです。キャバレーを潰す。はい、なんだかんだで夜の街で未だに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめとする大型店キャバレーです。彼らはそのキャバレーを打ち破り支配することでそこに渦巻く金や利権、人脈などをごっそり手に入れたい。だから新興勢力であるキャバクラを完全独占することでキャバレーに対抗する力を手に入れたいんだと思います。なるほどな。キャバクラだけでなくキャバレーまで独占できれば実質的に街全体を支配しコントロールすることも可能かもしれん。ええ、でも
そんな野望のために我々がひどい目に遭うなんて納得がいきません。あいつらに屈することだけはしたくない。でも度重なる嫌がらせと圧力で正直営業どころじゃなくなっていまして、お店もこの通りひどいものでしょう。まあお世辞にもいい状態とは言えんな。これでも少し前まではこの地域のキャバクラでは一二を争う人気店だったんです。でもあいつらによる店内での迷惑行為の連続でお客さんも離れてしまいましたし、女の子もほとんど引き抜かれてしまいました。このままではいずれにしても近いうちにうちの店は潰れます。もう奴らの要求を飲むしかないんですかね。あんな奴らの悪事に屈してしまうのはすごく悔しいんですが。しゃあないな。店長、俺が手伝ったるわ。え？実は俺はファイブスターが狙っているキャバレーグランドの支配人なんや。グランドの支配人って確か敏腕と噂のあなただったんですか？まあな、俺としてもそのファイブスターとかいう奴らにこれ以上力をつけられても困るし、何よりもまずそいつらのやり方が気に食わ。俺と一緒にこの店を立て直してあいつらを逆にぶっ潰したろうで。いいんですか？グランドの支配人さんがこんな寂れた店に協力してくださるなんて。困った時はお互い様や。それに俺もキャバクラ中業務形態に興味もあるからな、いろいろ勉強させてもらうで。ありがとうございます、お客さん。おっと、自己紹介がまだやったな。真島や、一丁頑張ろうぜ。真島さんですね、何卒よろしくお願いします。ああ、ええ、何やて？ええ。ああ。
いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。アイス公開です。ありがとうございました。盛り上がってきた。お願いします。ようこそ、サンちゃん。どうぞこちらへ。ありがとうございます。ようこそ、お願いします。いいんだね。ご延長はいかがでしょう。こちらになります。嬉しいです。お願いします。楽しいな。面白いですね。こちらになります。使いました。ようこそ、サンシャインご一行。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしく。盛り上がってきた。お願いします。メニューに真島さん、ありがとうな。いらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。お願いします。いらっしゃいませ。あんまりだな。かわいいな。フィーバーするで。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。やったー。嬉しいです。嬉しいわ。ありがとうございます。素敵だよ。楽しいな。ありがとうございます。盛り上がってきた。調子乗ってんなよ。サービスいたしますので。お願いします。嬉しいわ。ありがとうございます。かわいいね。めっちゃ嬉しい。嬉しいわ。めっちゃ嬉しい。盛り上がってきた。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。Huh.